おはようございます。ジャスト株式会社代表関正明です。あの婚活の話ね、はい、婚活の話っていうか、まあ、あのお見合いってやったことある？ないです。あの僕はね、大体もう20回以上やってるね。はい、やってる。で、あのということはいっぱい振られてきてるっていうの、そこはあえて僕は言わなかったのにまあモテたいのもあるんだけど、まあ結局でも恋愛結婚でやってるんだけど、はい、でお見合い でもね、あのいいって言ってくれた人も何人もいたんだよ。はい、うん、別に何も言ってないです。ただ入って、はいってうなずいただけですよ。何も言ってません僕は、うん、はい、まあ、でまあちょっと説得力ないかもしれない僕が言うのは、ね、いやでもまあ後から考えると、はい、で、まあ、こういう席で、はい、あのまあ、あんまセッティングされるよね。で、まあ、はい、紹介終わったらまあ2人でっていう話になる、はい、2人きりになる。どういう話ですか？はい、なんか趣味はとか、おっとあの休みの日はどんなことされてますかとか、おっとおっと、いや、あの そうだよね、そうっていうかさ、はい、まあ、定番なんだけど、はい、まあ、どういう状態になれば、はい、もう成功になると思う？どういう状態？まあ女子だねこれ。はい、これ男性どういう状態になるか。なんかまあどちらかというと、まあ、僕も男なので、最初は主導権というか、自分から話を振ると思うんですけど、うん、後から、もうなんか女性の方からどんどん話してくれるというか。あ、そうそうそう。だいたいこれが 80% ぐらい話してくれて、はい、これが 20% まあ話す。まあ、要は聞き上手に男が徹しちゃう、はい、もうこれはもう、はい、ほぼこれはいい関係できた。はい、聞き上手になりなさいよ。はい。って言うんだけど、はい、それができりゃ誰も苦労しないよ。うん、確かにそれは。まず聞き上手になる前に話してくれなきゃ安心なんだよ。はい。どうすりゃいいの？どうすればいい？うん、聞いてくれてるなっていう印象を持ってもらうっていう、すみません、なんか遠いですね。あ、そうだよね。あの要は信頼関係ができない限りは、はい、あの話してくんないよね。はい、うん、で、あの趣味はあったって、ね、まあ、適当に答えるだろうね。適当な話は、はい、はい、で、いかにこの大体、まあ、1時間か2時間ぐらいでこの状態作れるかにもかかっちゃってるね。で、まあ、趣味はって聞いてはどうするの？お花ですって。お花ですって女の子言ったらどうするの？例えば、まあ、どんなお花が好きなんですかとか。お花、うん、あとは お花なんかフラワーアレンジメントとか、うん、いけばなとかあるけどなんか習われてたりしてるんですか、うん、とか、うん、っていう感じですかね。だから俺だと詰まるだろうね。ああ、そうですね、確かに、うん、で、おそらくそこら辺は音が左脳で聞いちゃってんだな、多分ね。うん、そうするとこっちも左脳が働くからね。はい、うん、理論的なものだよね。はい、で、ここで話詰まって、はい、気まずくなって飯食って終わりから、はい、うん、うんうん、いう感じですね、大概の場合ね、まあ、はい、いかに女性の頭の中に絵を描けるかだな。その絵っていうのは、すみません、うん、質問した時とか話した時の絵ってことですか？あの、ここの中に、そうそう、うん、あのまあ、言葉でこの女の人の中にあれだね、いかに頭の中にいろいろな想像を膨らませる、まあ、要は左脳にスイッチさせ、あ、右脳にスイッチさせること、ね、はい、あ、そういう質問をできるかどうかな。はい、あ、趣味はだともう結局言葉と言葉だけの話になるよね。はい、まあ、そんな休み、お休みの日はあのどうなされてるんですかっていうと、休み、ちょっと映像的になるよね。はい、
例えば晴れてる日はどうするんですかとか、はい、とこう青空が頭の中に描いてる、はい、あ雨の日はどうするんですかと、はい、で趣味より、まあ、あどちらに住んでるんですかって言った方があれだよね、地図が頭に浮かんでくるから、はい、あで どういうところなんですかとか、はい、知らなかったんで、はい、うんうん、でどんどんあのこうこう右脳の映像映像に行かなきゃいけないね、はい、うん、お花が好きなんです、あの綺麗な場所とか知ってらっしゃいます、あ、まあ、どんな花とか、あのどあの旅先の話とか、どんどんそうするどん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 右脳右脳へ、はい、うん、これを気をつけなきゃいけない、趣味はじゃ あれだよね、はい、もうここもうここでいきなりつまずいてね、はい、固まっちゃうからね、はい、左脳ではなくて右脳、ね、そう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 、だからいかにこう、まあ気をつけてもらえばこれだよね、はい、であと気をつけなきゃいけないのは、はい、あの聞く姿勢だよね、はい、あの自分空っぽにしなきゃいけないよ、花女の子が花好きなんですって言ったら、あ最近僕がね行ったどこの、はい、あのなんか遊園地にこういう花が咲いてる、自分の話しちゃダメだよ、はい、はい、ありがちです、うん、はい、これでまたなんか図鑑で調べてきたような話し始めちゃって、一つぼりあるんで、何この人で、まあ、終わるんだけど、はい、まあ、そういうことです。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。